を言っている。インドはね、人口減るんですね。僕も増えるかと思った。それで、like climate change、 気象変動のように、the demographic sort is vast, gradually, and seems abstract until it is not。 これね、until it is not って僕下に訳書いておいたけどね、デモグラティックソート、人口に関する類の問題はって、こうソートって、ね、そういう意味なんですよね。人口に関する類の問題は、バーストっていうのは広範囲で、バース広いね、グラジャリー徐々に、急にじゃなくて徐々に、そしてシームズアブストラクト、抽象的に見えるので見える。でどういうことかっていうとね、非常に広範囲で急に進化しないし抽象的に見えると。人口動態に関する問題はね、気象変動のように。で until it is not っていうのは人口問題が具体的になる、今こうした it is not っていうのはそうではなくなるまで、だからバースグラジュアルシームズアブストラクト、要するに具体的になってくるまでは関係ないよというふうに思われるでしょうと。アンテリーシーズノート、人口問題がそうではなくなってくるまでと、要するに目先に例えば気象の温度が上がったり日照りが続いたり災害が起こってくるまで、抽象的な問題だとかね、非常に広範囲な問題で徐々にしか進まないというふうに皆さん思ってるでしょうと。そういう意味です、ここではね。 And like climate change、 そして気象変動のように、 It will demand a transformation both of institutions and of individual behavior。 だからこれはこの It っていうのはね、動態、人口動態に類のものっていうのはインスティテューションとかは組織ですね。そして個人の行動の双方に対する変革を要求する、この人口に関係する、そういうふうなことはね。で remaining active for longer is essential、長い期間にわたってアクティブ、活動的であるということがエッセンシャル、必須だ。こういうふうな人口問題に関してね。で、Japanese government urges firms to keep staff until they are 70. ここからね、意味がちょっとね、変わっちゃってんですよね。まあ、人口っていうか、まあ、人口問題っていうか、年齢問題、エイジングのことなんですけどね。日本の政府は、企業に、従業員が70歳になるまでキープするように促していると。で Many stay on、 多くの従業員は会社にとどまっている。 Stay on 33% of 70 to 74 years olds now have job。 70歳から74歳までの33% は現在、仕事を持っている、 have jobs up from 23% a decade ago、 10年前は 23% であった。 23% から上昇して up ね、上昇して現在は 33% になっている。そういう意味ですね。ここまでいいかな、分かった、いいかな。じゃあ次行くよ。あ、俺直した、ごめん。いけない、まずい。これ。復元するね。これ。書いてあるかな。消しちゃったかな。あ、これでしまっとかないといけない。